これクワッカワラビほらなんかあんま笑顔じゃねえな。なんかこうやって見るとあんまりトラ見たんだろうな。ふーたくん去年見たとき消えるおつめ、泣き物やつ、わたあめ洗うやつが、アライグマが天井に反転するショートが面白い。今ケンキも配信した、ケンシはなんでしょうか。これパピオン。パピオンですか。そう、パピオン。代理店にいて、サモエド。そうなんです。サモエドはね、ちなみにねサモエドってめっちゃレアでなかなか確か買えないらしいね。カワウソとかも結構大変だし、犬じゃないけどもはや犬じゃないけどカワウソも結構大変だし、なんかワシントン条約かなんかで禁止したんだよね。ワシントンじゃないっけ忘れたけど、そうだから里親からもらい受けるしかないんだよね。その繁殖に成功したカワウソを繁殖したやつをもらうしかないんですよ。大カワウソはブサイクだよね。ワシントン条約だ。あ、ワシントン条約で合ってるか。オオソ、オオカワウソはそもそも買えないやろ。あ、オオカワウソもコツメだけだね。で、オオカワウソは相当いかついぞ、そもそも。オオカワウソ多分可愛くないぞ。お前らが言ってるカワウソはコツメカワウソだ。オオカワウソこれだよ。これだよ、オオカワウソ。はっ？コッパ、決まってます。これは3人ぐらいやってる。コワ、嫌がらすぎはロタ。コッパ、ゴジラかな？クマじゃん。カメックスやん。56される。人食ってるだろ。コッパ、やべえやつじゃん。かわいい本見せて。ここはいいだよね。ゴジラやん。これもカワウソ。お前ら言ってるのはこれでしょ？これでしょ？モンスターすぎる。コツメカワウソ。これでしょ？可愛い要素どこ？お前らの言うカワウソは。これコツメカワウソって。ちっちゃい目のカワウソでコツメカワウソ。野生感強い。コツメのコアリン。かわいい。かわいい。スプラッターが可愛いよね。可愛い。これこれ。それでさっきのが。なんかブラックだった馬券あったはず。見た目可愛いけどこいつもなかなかやからな。大カワウソはあのでかいのいらんわ。ユンスのアイコンとあった人みたいな差だな。ここにも可愛いぞ。怖い。帰れ。マジで怖い。わらわら。ガチジュラシックパークなんだけど。オオカコツメカワウソ、オオカワウソ、体重41センチから64センチ、体重85から104センチ。彼はおもろい、このイラスト。口が可愛い、歯は小さい。下顎の牙がやばい。でかい。とにかく目が。手がほぼ人。でかい、やばい。日本カワウソは。指が丸い。でっか、コツメカワウソなんけ。小学生くらいある。確かに手ほぼ人だな。生きてるうちに一回見たい動物で言うとクワッカワラビは見たいな。クワッカワラビ。これクワッカワラビ。これってオーストラリアかな、確かオーストラリアの無人島に住んでるやつで、でこいつ人に対して全く怖がんないの。これほらこんな感じ、これ野生なんだけど、ほらディズニーの世界から飛び出してきたか、笑って見えるやつ。そう、こいつら危機感が全くないの。でこれなんでこんなに危機感がないかっていうと、こいつの住んでる無人島において、こいつってピラミッドの頂点にいるの。こんな可愛いのにこいつらピラミッドの頂点にいるのよ。こいつらが生態系のから、こいつらのことを襲うやつがマジで何もないの。最強なんだよ。から人に対して、そうなんか人襲われるっていうことがないから、経験として、そうなんか何が来ても基本的にフレンドリーなの。そうただこいつら他の地域では弱すぎて即死すんの。これ弱すぎて他の地域では即死すんの。この島でしか生きれない。うん。から条例で保護されてて、こいつはこの外から出てこないの。で逆にこの島に何か新しい動植物とか入れると速攻で死ぬから、そうからこの島みたいなのすごい厳しく管理されてて。悲惨すぎるだろ、わらわら。そう。の顔がこれ。ネストネスとトーネオーストラリアの。っていうことを加味して、この顔を見るとめっちゃおもろくない。こいつら。そう。そう。こいつ世界に守られてるから、この顔してる。埼玉の動物園にいるよ。ナチュラルに見える。埼玉の動物園にいるの？クワッカワラビ？あ、そうなの？ああ、ほんとだ。あ、いるんだ。埼玉でも。島から出たのか。まあ多分ちゃんと管理されたら大丈夫だからじゃない。言うてこいつは天敵に襲われたから、動物園だったら大丈夫だからですね。オーストラリア以外ではこの動物園だけなんだ。あ、そうなの。オーストラリア以外だとこの動物園、じゃあ日本ってクワッカラビめっちゃ見に行けんだ。すげえクワッカラビを見やすい国なんだ。
なんかこいつは笑ってねえな。なんかあんま笑顔じゃねえな。なんか埼玉のやつ、あの顔しねえな。なんか塀の中だから愛想もクソもねえ。なんかすれてない？あれ？なんかこうやってみるとあんまりなんか虎見たんだろうな。動物園の虎ちょっと見ちゃったんだろうな。なんかけど目が死んでるんだけど、目がなんかちょっと悲しそうなんだけど、なんだろうな。なんかああちょっと笑ってる。ちょっと笑ってるよ。ほら、ちょっと楽しそう。これ釣れてないよ、ほら。ええやん、ええやん、ええやん。あ、そう、これこれこれ。あ、ええやん、ええやん、笑ってる笑ってる。あ、笑ってる笑ってる。そう、これこれこれ。角度か。下からか。埼玉県民って大体こんな顔してるよな。ビジネス笑顔、キム笑い、写真写り悪かっただけか。かわいい。多分下からなんじゃない？たぶんちゃん。栄養スマイル、笑えるのは餌の時だけか。なんで？これも見てるんですか？あ、下からだ、比較的可愛いな。ニートと一緒で飯の時だけが嬉しいのよ。食事の時しか笑えない環境か。義務、愛想笑い、笑、よかった。なんか下からが重要っぽいね。笑わないと生きていけないんだか。あとここも行きたい。乾いた笑いビー。カピバラ露天風呂、これ。おい、笑ビーを働かなくて食う飯はこれも行きたい。これ夏なのかな？臭そう。熊に醤油かけるとカッパラの天王風呂。これシャボテン公園ってことだね。多分いつかどっかな。ナス天国じゃん。かわいい。平和すぎ癒される。マジでかわいいよな。いいね。これライブ配信永遠に。これお湯なの？あ、お湯だね。煙出てるね。あ、じゃあパッてお湯なんだこれ。カピパラってあれ冬かな。伊豆の伊東市ですね。多分これ冬っぽいな。ここがめっちゃなんか再生されてる。伊豆いいな。ここがすげえ再生されてるけど、なんだ春に狐村みたいなところ行ってみてよ。何が起こったの？なんでここ？あ、すげえ！人より贅沢、茹でてるね。狐村どうですか？これだって温泉は荒れるぞ。かわいい。ところ、しかもちゃんと伊豆温泉の源泉かけ流しだよ。かわちい。なちょよりひん、みかん風呂、ゆずおあ、すげえ！かわいい！かわいすぎるこれ。わらわら。これかわいすぎる。ゆず風呂やん。わらわら。ゆずみかん。かわいい。あれマジかわいいこれ。俺いいな。わらわら。かわいい。かわいい。かわいい。カピバラの上にあるみかん。あざとい。わら。癒される。かわいい。ファンサ。これファンサだね。あおっちゃった。あざといね。すげえ。あとやっぱ有名どころで言うとレッサーパンダの威嚇マジかわいいよな。このレッサーパンダの威嚇マジかわいいんだよこれ。頭の上にみかん乗せよ。今やってるかわかんないけど金沢八景で変わった動物を売ってるこれマジかわいい。これ威嚇らしいこれ。わらわら威嚇なんだってこれマジかわいいこれ。風田くん、かわいいね。ボンバッカブガチでかわいいこれ。次の散歩動物園か。わわらわら。これは野生では生きてませんわ。かわいい、かわいい。あとこれもめっちゃバズったよな昔。これ昔めっちゃバズったね。これ知ってる？アライグマが綿飴洗うやつ。溶けるやつ。夏。綿飴のか。これマジ可愛いよな。消えちゃった。風太くん去年見た時まだ生きてたよ。でももうヨボヨボ。消えるやつね。夏のやつ。綿飴洗うやつだ。わら。綿飴。マジで可愛い。悲しい顔してた。めっちゃ可愛い。わらわら。綿飴消えちゃった。可愛い。わらわら。あ。どこ意地悪。マジかわいい。ああ頭いい、覚えたんだ。水洗うと消えちゃうって覚えたんだこれ。この後ほら普通に食ってるわ。学習したんだね。かわいすぎるマジで。喧嘩してるけどこうやってる。こうやって。南小アリクエ、アライグマが天井に張り付いているショートが面白い。何やこれ。ケーキの配信スタバで見てる院内人の方。右側で伝われた。4万歳で威嚇し合ってるやつだっけ。副長みたい。かわいすぎる。運転型のドラより、運転みたいで可愛いんだよな。かわいい。こけた。わらわら。わらわら。ダウンする。わら。おっさんがカンガルーぶん殴るやつ。鎧もぐらい。マーボットの結果マジで可愛いだよ。ちょっと見にくいけど、まあこれいいか。叫ぶ動画で有名なね、わらわら。叫んでるのしか見たことない、わら。カメラマンに動かされてるマーモットも可愛いよ。
あのおっさんの声って合成だっけ？相撲取ってみたい。酔っ払いのおっさんの。これのね、ツイッターでバズってたやつがめっちゃおもろいんだよな。わらわら。のどはこれだったかな。ホンダミラーマッチ。ダブル。ホンダミラーマッチ。前橋川のね。これめっちゃかわいい。これ。これさ、なんか、あの、見てて、マーモとお互いにこう押そうとした時に、なんか突っ張るんでね、この突っ張るとかで、ね、クロスした時にピンってなる、ピンってこれなんだプインわらわらむいっわらわらむいっダブルわらわらむいっピンわらわらピンわら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 元動画初めて見たわわらこれにおっさんが叫んでる声を合成したのが例の人気動画ですマジでおらってやつわらわらこれ元マンずっと騙されてたわマジでおらわらわらいやこんな声なわけねえだろお前あーけどそうか本当に騙されてる人いんのかこれがマジだと思ってる人いんのかこれが本当なわけないだろこれこれわらわらなわけないのに。